はい、どうもサンドです。今日はなんとね、あの車椅子業界の中では誰もが知っている寺田家 TV のね、ゆうすけくんとまゆみちゃんの間にね、なんと子供が生まれました。第一子お誕生おめでとうございます。おめでとう、ゆうすけくん、まゆみちゃんね、いいことやね。おめでとうや。しっかりやってますね。はい、というわけでね、今日は、ね、車椅子でね、やっぱお父さんとかお母さんってなると結構ね、工夫とかして生活しないといけないし、何かまたその辺をこう生活発信してくれるのかなと思って、僕は楽しみにしているんですが、ね、お子ちゃんの名前が、まあ、この YouTube 上ではタビちゃんやったかな。実際の名前のところなんなんやろうな。今やったら名前何がいい？女の子やったら名前何がいい？俺、名付け親になろうか。ゴッドファーザー。やっぱ男はかっこよく、竜とかいいんじゃないですか？どうすか？いいんじゃないですか？女の子やったら、女の子じゃないな。男の子やったら、可愛かったな、でも。ねえ。ねおめでとうございます。おめでとう。ゆうすけくんにやったもんね。かな、わかんなかった。かわいかった。ちょっとね、僕のとこに3日ぐらい預けてくれたらね、あの立派なベイビーに育てて、ね、育てていくんで、よかったら預けてみてください。絶対イエスって言ってくれへんやろうけどね。いやね。まあでもね、こう、嬉しいことやね、子供が生まれて、育っていくね。ね、おめでたい。ね。まあ、またその辺も動画にしてくれるのを楽しみに待っています。というわけでね、短いですが、珍しくね、こういう風な動画もちょっと撮ってみて、届くかどうか分かんないですけど、おめでとうの言葉をここに残していきたいと思います。おめでとうございます。頑張ってください。おめでとうございます。頑張ってね。なんかめっちゃ先輩みたいな本当 ね、僕らもね、それを参考にね、これから頑張っていくんで、よろしくお願いします。というわけで、動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございます。そしてね、寺田家 TV の皆様、これからもご健康に、お体に気をつけて今後のますますのご発展をお祈りしています。はい、というわけで、サンタチャンネル、サンタさんでした。そして嫁サンタでした。はい、それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。あれ？やばい、大事なこと忘れた。何？俺、寺田家TV チャンネル登録してないで。なんでやねん。お祝いに押しとこうか。ポチッと登録されました。おめでとう。おめでとうございます。